腹動脈の枝を説明します。大動脈から直接分岐する腹腔動脈は左動脈、非動脈、相関動脈の3本にまず分岐します相関動脈は右動脈を分岐した後に固有肝動脈として肝臓に上がり 右肝動脈左肝動脈に分かれます右肝動脈からは胆のに行く胆の動脈が分岐します右動脈分岐の後胃十二指腸動脈になり胃の十二指腸側へ降りていき外側を回って右体毛動脈脈に分岐しますまた膵臓の頭部に降りる枝として 下水十二指腸動脈及び前上十二指腸動脈後上十二指腸動脈の2本に膵臓の頭で分岐します一方非動脈の分岐は膵臓の裏側で水肺動脈に分岐し臓の分岐の末端では 門部で脾臓に入る動脈の手前から単位動脈が伸び胃を栄養しますまた脾動脈の先から左大の動脈が分岐し胃の体腕側を栄養します消化管と膵臓を消去すると 分岐はこのようになっています。腹腔動脈の枝は非動脈と相関動脈と左動脈に分岐し相関動脈は右動脈を分岐した後、E12 小動脈と固有肝動脈固有肝動脈は左肝動脈と右肝動脈胆の動脈に分岐します E12 小動脈が下りてくると膵臓の頭を栄養する全上12小動脈 甲上十二指腸動脈に分岐し、さらに下方では下水十二指腸動脈に分岐します。その手前から胃の体腕側へ右胃体毛動脈が分岐します。肥動脈は、膵臓の裏側、肺側水動脈が分岐し、その末梢では肥門部から肥臓に行く枝。 単位動脈として胃に上がる枝左体毛動脈として胃の体腕側に分岐する枝があります以上が腹腔動脈の分岐です